けられたのが和合地水門です。新城川の増設工事などを行った結果、大洪水はなくなり、新城川には水面が上ってくるまでになりました。こうして和合地水門は、水害はもちろん生態系や自然環境を守るための重要な役割も果たしています。奥に見えます古い木造の建物が旧岩ぼっち水門です。手前のコンクリート製の建物は1990年に完成いたしました新岩ぼっち水門です。次は釧路湿原駅に到着いたします。停車時間はわずかですので、お降りの方はご準備ください。